1979年、ミッドチルダはやっぱり平和です。そして私、ザンクトヒルデ魔法学院初等科4年生高町ビビオは今日も元気です。アインハルトさん、ビビオさん、すみません、お待たせしました。いえ、私も今来たところですから。中等科もこちら、アインハルト・ストラトスさんは私の学校の中等科1年生。今私がやってる魔法戦競技で同じチームに所属しているチームメイト。すごく強くてかっこよくて、チームでは一番年上で一番強い人。ニャンニャン、あ、ディオ今日も可愛いね。アインハルトさんの愛機子猫をもとい、氷型デバイスアスティオン、通称ティオも可愛い子です。ママたちからプレゼントしてもらった私の愛機セークリートハート、通称クリスも今日は一緒に学校へ。ビビオさん、クリスさんが何か。あ、すみません、ティオとアインハルトさんに挨拶をしているだけです。そうでしたか。クリスは喋らずに意思表示をする子なので何を言ってるか分かりづらかったりするんですが、大丈夫、私はちゃんと分かってます。だいぶ慣れたとは思っているんですが、やはりビビオさんほどにはクリスさんと通じ合いません。へへ、私もティオのニャーは完全には分からないですから。なんでわからないの的なことを。伝わるように頑張っていると言っています。私ももっと理解できるように頑張る。ビビオ、アインハルトさん。あ、ディオ、コロナ。いや、ごめんごめん、職員室行ってたんだ。リオは日直だったもんね。コロナさんもお疲れ様です。ありがとうございます、アインハルトさん。同じく1年生の頃からの同級生コロナと、去年の学期末に友達になったリオも同じチームメイト。チームのコーチ、ノーベ中島師匠に指導を受けて魔法戦競技を頑張ってます。ではチーム中島4人揃ったところで今日も練習に出発。私、フェイト・テスタロス・サハラオウンは時空管理局本局の執務官。尊敬する母さんやお兄ちゃんの背中を追いかけて選んだこの仕事も、気づけば職歴10年以上。少しずつ増えていく頼もしい後輩たちと一緒に、今日も次元の海の平和のため頑張っています。ハインベル事件の最終書類、すべて問題ありませんでした。お疲れ様、ティアの執務官。ありがとうございます、フェイト執務官。あとは心理部の仕事だね。長い間お疲れ様。時間はかかっちゃいましたが、なんとかベターな解決に持っていけたかなと。ありがとうございました。あ、今日はシャリさんは監査部で打ち合わせをしてそのまま直帰。ここ最近あんまりうちに帰ってなかったから、お母さんも心配してるだろうし、うちでゆっくりしてきなさいって。そうでしたか、シャーリーさんもお疲れ様です。うん、そういえばティオナ、今日は手持ちの案件は一段落でしょ。そうですね、まだ少し細かい手続きや連絡が残ってますが、それが終われば。私もこれで一段落だから、よかったらうちで晩ご飯を一緒にどう。あ、いいんですか。うん、事件解決のちょっとしたお祝い。ありがとうございます、お邪魔します。あ、ナノハとビビオが一緒だけどいいよね。はい、むしろお二人がいない可能性を考慮していませんでした。今日はナノハが鍋にしてくれるって。いいですね。
してね。はい。私、高町菜の葉は公務員かっこ教職で一児の母、初等科4年生の一人娘は友達と一緒に趣味のスポーツに一生懸命、練習で帰りが遅くなることも多くて心配が増えたり、ちょっとだけ寂しい気持ちもあったりするのですが。準備できました。はい、じゃあスタートカウント出すよ。陸上空路軌道および障害突破。はい、レディー。のまま弾丸回避、いくよ。アクセルシューター、ランダムシュート、ファイヤー、フィールドゲイン、バックセンサー感度全開。その分仕事が充実していたりもします。今日も絶好調。全弾回避。あ、スバル、また速くなってる。日々頑張ってます。というか菜の葉さん、弾丸多くないですか。だってスバルが避けるから。あんまり緩いと練習にならないし、せっかくだからもうちょっと増やすよ。大きめのやつも混ぜていくから。お願いします。さあ、避けて防いで駆け抜けて、レスキュー魂で行ってみよう。仕事の正式名称は時空管理局本局戦技共同隊。空と陸の魔導士たちに戦闘技術を教えたり、仮想敵として練習相手をするのがお仕事です。はい、お疲れ様スバル。特別メニュー、これにて全て終了です。ありがとうございました。お疲れ。それにしても結構きつかったんじゃない。今日は特急の訓練メニューが終わった後でしょ。そうなんですが、菜の葉さんにお時間いただけるってうちの指令に伺ったので、それならぜひにと。あ、すみません、付き合っていただいちゃって。全然、元教え子の練習相手だもん。私も楽しんでやってるよ。さて、私は今日はもう上がりなんだけど、スバルはタイに戻る？私ももう交代時間です。準待機なので、どこかで何か食べて帰ろうかなと。ああ、それならうちに食べに来ない？あ、いいんですか？うん、鍋やるんだけど人数いた方が楽しいし。鍋いいですね。そう聞いたら急にお腹が減ってきました。買い出しを手伝ってくれたらお腹いっぱいごちそうするよ。もう喜んで。決まりね。じゃあフェイトちゃんにメールしとこうっと。あれ、すごいよスバル、今日はティアナも来るって。すごい偶然、例の事件解決したのかな。そうみたい。お祝いメニューにしなきゃね。はい。